はい、黄金線ことでございます。おはようございます。朝のトークやっていきたいなと思います。今日はフェス当日というところで、はい、サンターナからのナトゥレーザーでしたね。はい、フルメタルファントムを持っているナトゥレーザーということみたいです。ピックアップはヒューガカルツというところで、カルツね、欲しい方は結構多いんじゃないかなというところ。そして即属性なので、カルツね、持つことで即属性のね、チームスキル組みやすくなったりもしますので、まあ、ピックアップもいいんではないかなというようなところでしょうか。はい、ここに来てナトゥレーザーまず出たことっていうところで、あの代表のブラジルなんだったんだっていうね、12月に代表なんて取ってなかった人からするとっていう感じですよね。最近多分取った方は、まあ、それで4突した方からするとおいおいっていう感じ。まあ二段フライングを今回積むかどうかっていうのは、多分おそらくトーマチェックを見れば分かると思うんですけど、フルメタで打つ、そして高浮きで打つというところの方が、強いと思いますので、まあ、二段ね、まあ、そのまま打つっていうところがどうなのかなっていうところと、今回久しぶりに特技のところが、国際リンクというところで、海外選手が多いほどっていうところがネックですね。なのでミスギ、アオイ、ヒューガなどの、キャラクターは、ナトゥレーザー優先しようにするとすると絆がはまらなくなりますし、日本優先にすると、まあ1人 3% なので 12% までしか働かないというような形。なので、イメージ的には去年の、まあ、去年の秋口から年末にかけて、多かった即応集系の、ね、デッキ、まあ、シュナイダー、まあ、両翼にピエール、シュナイダーを置いて、真ん中にナットレーザー、そして OMF に、この間出たクライフォート、ブライアン、まあ、センターフォワード、ブライアンで OMF、ナットレーザーでもいいのかなというような感じもしますね。はい、まあちょっと今力属性多いので、即属性の強いキャラ出たことで若干バランス どうなのかなというところですね。おそらく多分力属性多いので即属性で攻めた方がやりやすさはあるかなと。自分もランクもやってると即属性のキャラクターいるとすごいやりづらいので、まあ、即属性が一気にブーストするのかなというのと、まあ、ポイントとしては、まあフルメタで打つと初段から、はい、若林 60% 超えるかどうかっていうところで、これが、国際リンクが満タンじゃないと抜けないのか、国際リンク1人かけても抜けるのか、まあ、高浮きにしてリバでホットラインで、従来のデバフのナトゥレーザー同様抜けていくのかどうかというところですね。はい、また、フルメタルファントムに関してはおそらく、デバフパの人はデバフのナトゥに移植したいというような人もいらっしゃるかなと思うので、なお数枚欲しい人も多いのかなと思います。はい、これどうなってくんだろうな。まあ、南米やっぱアリターナさん、そして、南米好きの方々からしたらたまらないキャラクターかなと。人権かどうかはもうね、実際蓋開けて数値を見てみなきゃなんですけども、もうすでにここで7万7千くらいありますから、これにさらに、まあ、最大ねパラメーター自体は、15% アップするということで、どんだけだよみたいな形なんですけど、例えばオフェンスが1万だった時1万1500でしょみたいな、シュートが、まあでもシュート寄りなのかな。まあ多分今まではパス弱いのでパス弱めにして、まあ、ドリブルシュート強め、ディフェンスに関してはもう今ブロックそんなに振ってないので、おそらく3000くらいだとして1万もうパーフェクトキャラなような、ちょっとフィジカルが若干少ないのが気になるので、まあ、若干パワー足りないのかなっていうような、まあテクニックはねナトゥレーザーなんで振ってくると思うんですけど、フィジカルが若干少ないのが気になるところですね。はい、で4突させてさらにブースト1万2000、おいおいおいみたいな、すごいっすね。ここでこういう、まあ、これまあなんとなくこうブライアンも全然まだいけると思う。ブライアンね、ディフェンダー DMF に対してめちゃめちゃ強いので、これ併用されると嫌っすね。併用されてひたすら放り込みされるとちょっと鬼のように嫌だなっていう気がしますし、逆にブライアンがセンターフォワードでナトゥレーザー OMF だった時に放り込んでシュートもしくはパスという選択肢ができるっていうところですよね。でパスした時にはナトゥレーザー待ってますよみたいな、
やり方もできるんで、まあ、ブライアンとこれを組み合わせるデッキが可能なのかっていうところなんですけども、まあ、あとはやっぱりブラジルなのでどこまで行ってもリバウルの、ね、ホットライン乗せながら打っていくというところで、まあ、ポイントは、まず日本パーベース、特に自分なんかもそうですけど、結構チームを破壊しないとしっかりチームリンク、ね、国際リンク乗っていかないっていうのがまずありますので、ここで本当に必要かどうかっていうのは、日本パーベースの方は、判断しないといけないのかもしれないですね。あとはこれがどうしても若林抜くための、キーファクターなキャラクターだった時、例えば、朝トークとかでもやって、朝トークでよく言ってますけど、特定条件下では、60% 出せるナッツレーザーというようなのありますけども、これが今までのトーマチェックであれば同バフ同絆条件だった時は抜けないというふうになってたものが、同バフ同絆条件で初段から何もなくても 60% 出せると、まあ、国際リンクだけしっかりやってれば抜けるというようなものであれば、日本派の方も多くの方が海外予選に変わっていくのかなというようなところですね。はい、まあ、ここ数年前に、ね、一気にビッグキャラと飛び込んできたので、まあ、来月のランクマとかも結構変わるかなというような気もしますし、まあ、4突前線の中で多分代表になってやっちゃった人ね結構多いかなと思うんですけども、まあ、その中でこれどうしていくかというところですね。まあ、過去の事例から見ると3月4月5月のフェスキャラっていうのは寿命短めっていう風なところがあったんですが、まあ、今回ナトレーザーというところで、まあ、ナトレーザーが寿命短いのかというようなところ、そして技がフルメタルファントムついていくっていうので、まあ、サンターナ取らなきゃダメじゃんっていう考え方もあるかなと思うんですが、ナトレーザーカウンターを移植して使ってどうかっていうところも一つ、ありますし、あとは高浮き積んだ時に、まあ、高浮きとしてだったら全然フルメタルファントムよりもいいよっていうような感じになるのかな。多分フルメタと高浮きでほぼイコールくらいなような気がするん、490と545だから50か、これならんですね。フルメタの方が地上で打っても強いのか、そして、タイムアタックでも使えるワンツー移動距離 50% っていうので、ね、三崎くん倍に持ってるっていうのと、さらにペナルティエリアマスターついてて、ペナルティエリア内のパラメータさらにここから 10% 上がると、で自動パスカットマジ鬼キャラ、必要な要素がで、これでドリブル移動距離とか積んでたら、そしてスタミナの消費量も軽いということで 15% なので、フルメタルファントムに関してはだいたい500を切る形で打てるんですかね。はい、スタミナね実際まだ出てないんでわからないんですけど、かなり強いそうですね。これは、せっかく貯めた夢玉もなくなってしまうんではないかなと思います。はい、まあ、どうせ天井じゃないかなと思うんですけど、まあ、一応ねここは引いとかないといけないかなというところですかね。そうすると4、5で2ヶ月でまた夢玉を貯め直していくとな形ですかね。はい、まあ、若干減ってるはいるんですけどね、ちょいちょいいろいろやっちゃってるんで、まあ、ここに来て、まあ、冷静に見た時に、まあ、正直4月5月どれくらい対人とかやるかだと思うんですけどねもう終電まではまったりだよっていう人はもうここもスルーでいいんじゃないかなと思いますし、特に無冠の人とかここでね、無冠の人はどこをゴールにしてるかっていうのもあるんですけども、ここで引いて夢玉ファイヤーしちゃった時に、まあ、終年何も楽しめなくなってしまいますから、まあ、ここスルーして終年でグッと我慢してデッキを整えていくっていうのもありますし、まあ、一とにもかくにも、まあ、ポイントとしては若林に対してどうかというところ、まあ、今回自動パスカットやワンツーの移動距離っていうところもあるんで、若林抜けないとしてもフィールドプレイヤーとして抜群の活躍っていうのはしそうな形はありますね。特にペナルティエリアに入ってからも強いっていうのがあるので、サイドで崩し役とかで、ペナルティエリア侵入してっていうのもできますし、いろんな駆け引きができるのかなっていうので使い勝手は良さそう。ただ、海外リンクというところ、国際リンクがついているので海外のデッキベースになってくるので、まず海外の、ね、選手を6人入れれるデッキかどうかっていうところと、キーパーが若林というところになってくるので、若林にたけしと若林にたけし乗せないとプラスのね日本の乗らないので、1.5 削って、まあ、若林 2% だけで大丈夫かっていうところですね。あとフォーメーションはねどうするかっていうのもあるかなと思うんですけども、いろいろねデッキ今回結構変わりそうだなとちょっと思いました。はい、まあ、あとはワーチャレが来てていつも通り保つがここで1個っていうことはどうなのかなという、ね、ログインボーナスでなんかすげえいっぱい配ってるのにワーチャレで保つ1個ってことはないよねっていう
やりおったっていう。あとは、毎回来てますけどもこれですね、はいはい、チャレロですね。チャレロで夢玉30個ゲットできますので、そこでもね、まあいい加減技剥がし1枚っていう、1枚2枚か1枚ですよね、技剥がしがもらえるイベントと夢玉30個じゃなくて、こういうところでもね多物をしっかり入れてほしいなというような形ですかね。はい、金曜日からは比較的こうまったりしたような形、まあ、ラマダンキャンペーン中もまあ毎年やるんですけれども、ここに保つというのはいないので、ラマダンの時なんか結構もらえたような気がするんですけどね、どうでしたかね、はい。まあ、あと集会ごとっていうのがないのと、あと南葛の今年の新しいユニフォームがもらえるというところですね、はい。井出保つくんは1個しかもらえないのか。そしてあタイマタク来てましたね、はい、タイマタックヒューが久しぶりに、これ初期のタイマタックなので、はい、やりやすいんじゃないかなと、今だとねめちゃめちゃ、やりやすいんじゃないかなと思います。はい、そんなところでしょうか。まあまずは16時を待って、金曜日、そうなんですよね、フェスは31日明日なので木曜日でいろいろイベントが始まっていくのが金曜日というようなところです。はい、なんだかんだね、もう3月の31日ということで今年も4分の1終わってしまいました。皆さんいかがだったでしょうか。そして今日は期末の末年締め日ということもあって、忙しい方、ドタバタしている方も多いかなというような気がいたします。はい、ではそんな感じで今日はこの辺終わっていきたいなと思うんですけども、まあ、桜が見頃の中、来たのはフェスのナトレーザーというところで、頑張っていきましょう。はい、さあ、あとですね、今週土曜日日曜日と2日連続続けて YouTube ライブをやる予定があります。はい、またですね4月の9日に WCIC の、決勝トーナメント進出されました、キャプテンツバメさんの応援配信を予定をしております。はい、4月2日3日は初ですね、ゴールデンコンビから GCXX、まあ、名前一緒なんですけどね、カタカナから、ローマ字に変わっただけなんですけど、新しい、連盟の形になってから初の交流戦の模様をお届けしたいなと思っておりまして、2日間にわたって今まあ20人前後でメンバー出てくれるみたいなので、まあ、そこの調整をしてるんですけれども、その辺の模様をですねちょっとお届けしたいなと思っておりますので、ぜひお時間ありましたら週末ね、まあ、フレマに近いので、まあ、雑談しながらゆっくりねみんなで楽しんでいくというようなライブになるかなと思うんですけども、お時間ありましたらぜひ遊びに来てください。はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。